はい、どうもトラクチです。今回はですね、最強決定戦の、6日目ですね、6日目の結果報告と、あとですね、まあ結構悩んだんですけども、こちらですね、お一人様10回まで自チーム確定、購入3回目7回目10回目を A ランク以上の選手確定、さらに購入5回目10回目を S ランク確率2倍、このスカウト、このガチャをやります。10回やります。10連ですね。いろいろ悩みましたけども、まあグランドオープンまでまだちょっとありますし、250エナジーで、阪神の選手 A ランク選手 A ランク以上の選手がね、まあ3回目7回目10回目で最低3人は来るというのと、まあ、S ランクの可能性もないことはないっていう、まあ来たことないんですけど、これ何回かやってるんですけど、 S ランク来たことはないんですけど、まあ、S ランク目的というよりは、マルテ選手と北条選手狙いっていうのが実際のところなんですけども、まあ、もしかしたら S ランクも来るかもしれないなっていう、まあ、250エナジーでね、済むんでね、やろうかなと思ってます。はい、まあ、ベストナインタイトルホルダーでね、近本選手とかも出てくるとは思うんですけども、ベストナインタイトルホルダーは確定がないんでね、もうガチャはスルーしますんで、どっちにしても累計で狙うしかないんで、まあ、それならばこっちで一回やってみようかなと。まあこれ今の時期ね、このスカウトやる人珍しいとは思うんですけども、まあ、僕の今のオーダーの現状で言うと、1回250エナジーだとやる価値あるかなと思いました。はい、それで10連やります。はい、それではさっき、最強決定戦の6日目のね、結果報告だけを取り上げたいなと思います。ですね、現在2020年2月2日の9時29分なんですけども、こんな感じです。はい、34,554 位とりあえず今のところ最高位になってますね。最高の順位になってます。はい、まあ目標の5万以内と言ってたんでね、34,554 位というのは非常に嬉しいですね。はい、まあそんなにオーダー的にはね、何も変わってはないんですけども、まあちょっといい感じになってきたかなと思います。はい、それでは選手成績の方を見ます。打者ですね、打率はバース選手ですね、3割5分2厘、まあ高山選手3割1分6厘ということで、糸井選手と上本選手が3割ちょうどで並んでるという感じですね。まあ、打率はね、全体的に案外高いんでね、これはちょっと意外でしたね。はい、でホームランの方ですけども、バース選手が25本で、1番で、その次が19本の大山選手で、上本選手が18本で、糸井選手17本。上本選手ね、最強決定戦でね、結構強いんですよ。いつもなんかいいとこいるんですよ。ホームランも18本持ってますしね。はい、でまあ、バース選手が25本で打点104ということで、あと5本でね、3割30本100打点達成できますので、これなんとかあと5本打ってほしいなと思ってます。はい、まあ盗塁が高山選手20、おーすごい、高山選手すごいな、上本選手が10人ということで、はい、こういう感じですね。はい、エラーの方もこういう感じです。まあそんなにめっちゃ多いわけではないんで、はい、よかったと思います。あとピッチャーですけども、ピッチャーは西選手がずっともう初日からですかね、防御率1位ですね、 3.49、 15勝8敗、素晴らしい、いい成績で、秋山選手、藤浪選手が11勝ずつですね、で青柳選手が、12勝してますね。はい、よく頑張ってくれてると思います。はい、全体的に防御率の方も、まあ、藤浪選手、青柳選手、メッセンジャー選手がね、5点台ですけども、なんとか頑張ってるかなっていう感じですね。はい、まあ良かったと思います。はい、現在まあ最高位なんでね、はい、120試合終わって73勝47敗、防御率 4.46、 本塁打136、打率も2割9分でね、結構早いアベレージなんで、チーム打率が2割9分は大したもんだなと思います。はい、良かったです。はい、まあ現在2020年2月2日なんですけども、もう今日残すのみで、34,554 位ということでね、まあ今日の結果次第でね、もちろん順位はねめちゃくちゃ変動するんでね、最後の最後で結構ガラッと変わったりもしますんでね、まあなんとか5万円以内をキープして終わってくれればなと思ってます。まあこの
前回ですか、前回セリーグ限定リーグで57,996円やったんでね、今度オールスターリーグでね5万円以内いけば着実に、まあ、強化していってるという感じはしますんでね、できれば5万円以内をキープしてほしいなと思ってます。はい、それではスカウトですね、ガチャの方したいなと思います。まあ今のこの時期にこのガチャする人は本当あんまりいないと思いますけど、あんまりしない方がいいと思います。まあでも、僕はします。これで強化できるか強化できないかは、まあ、強化できると信じてやりますね。はい、とりあえず一発いきますね。自チーム確定スカウト、これは何も確定なしですね。はい、1回目いきます。お願いします。これはビーラー、はい、岩田選手。いや、いいですよ、いいですよ、続きまして、次も何もないですね。いきます。370ですよ、370が勝負です。さあ次ですね、次、購入3回目、3回目は A ランク以上確定、マルテ選手、北条選手来てほしいです。お願いします。来い、 S ランクでもいい。さあサイバーチャンス、エースワリナー、スタート、こい、おー、はい、青木選手ですね。やばいな、これやばいぞ。続きまして4回目、これ何にもないですね。はい、頼む、来てくれよ、何でもいいから。ここは何もないですね。かな、西選手、次が S ランク確率2倍、まあこんなもんで、ね、来た試しないですよ、2倍ぐらいじゃ、2倍ぐらいじゃ来たことないんですけど、とりあえず A ランク欲しく来てほしいですね。はい、 A ランク、 S ランク、まあそうですね、まあ、2倍一応期待しておきます。いきます。A ランク1枚持ってたかな。よし、よし、 S ランク引いたよ、 S ランク初めて引いた、このディチームスカウトに。しかもニュー来た、オッケー、これはやった、よし、やってよかった、危ないとこや、よし、いい感じ、いいよ。次回購入6回目、6回目何もないですね。いや、 S ランク1枚来た、もうこれだけで十分、よし、お願いします。よかった、マジか、島本選手、嬉しい、サイバーチャンス、はい、森谷選手、ちょっとね、なんか問題はありましたけどね。はい、次回購入7回目、7回目は A ランク以上確定、ここ北条選手、マルテ選手、これ来た最高です。もう S ランク1枚来ましたんでね、下尾選手、北条選手、松選手、お願いします。あー、なんか S ランク来たからもう余裕がある。よし、サイバーチャンス、さあ、お
大勝ちで来い。モルテ選手、北条選手、あー近本選手か、近本選手 S 番号くれ、 S 番号欲しい。さあ続いてが8回目ですね。はい、何もないですね。8、9は何もないですね。これ、まあ、さっていきましょうか。もうさあもう吉田ですけど、余裕で行っちゃう。サヨナラチャンス、はい、これいいやな。ロミ選手、続きまして9回目ですね。はい、これも何もないです。サヨナラチャンス、見事に引きがこうなんですね。はい、ガルシア選手。さあ問題次です。10回目は A ランク以上確定プラス S ランク確率2倍。これ、ここに5回目の時にね、S ランク、島本選手引いてますんで、この勢いで、もし S ランクじゃなかったら、マルテ選手と北条選手の A ランク、来てほしいです。最後10回目お願いします。来てくれ。どう？どう？長打で逆転サヨナラのチャンス。こっち？割れろ。よし、まあ、割れへんぞ。割れて、割れて。わあ、きな、お、きなみ選手もいい。きなみ選手いいよ。きなみ選手これはね、突っ込みやったんで覚醒ですけどね。おお、これよかったよかった。きなみ選手来ましたね。はい。大成功と言っていいでしょう。はい、250エナジーで。自チームの A ランク選手です。A ランク選手3枚とね、S ランク選手1枚来ましたんで、だいぶ強化できたと思います。はい、島本選手 A ランクまだそんなに持ってないんですけどね。一応ちょっと能力見てみます。いやーすごいな。A ランク、S ランク初めて来ましたね。何回かしてるんですけどね、このスカウト。はい、中継ぎ、球威76、制球73、スタミナ63と。はい、まあ阪神の中継ぎの選手にしては球種多い方ですね。ストレートとスプリットで B 級賞あります。いやよかった。はい。木浪選手もね、A ランクで来てくれましたね。これで一応強化できました。はい。リーゴード入ってますんでね、木浪選手。ああ、なんとか、良かったと思います。はい。まあ、250円台で、この時期にね、このスカウトなかなかする人いないかもしれないですけども、やって良かったなと思います。はい。そうですね、今回こんな感じです。自チームスカウトで、S ランクの島本選手来ましたので素晴らしく嬉しいです。はい、また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチでした。